初代後期の大人用カード。左が大阪版、右が京都市内版。京阪バスワンデーチケットは京阪バスが発売していた時期式追日乗車券である。本校ではその後継である京阪バス IC ワンデーチケットについても記述する。京阪バスでは京都市山科区と伏見区第5で山科第5観光追日乗車券を大阪府平方市では 平方市内1日乗車券をそれぞれ発売していたが、大人800円、小児4 0 0円と比較的高値であったことや、発売箇所が限定されていたため、売れ行きがかんばしくなかった。そのため、これらの1日乗車券を値下げ、カード化して発売することとなった。2017年10月1日で発売終了、2018年2月1日で利用終了となった。 これに先駆けて、2017年4月1日からは、京阪バス IC1 デーチケットが発売され、それに移行していくこととなる。なお、京阪バス IC1 デーチケットでは、京都、大津番と大阪番とが統合され、同時に、淀ド長岡京線、京都南部線の全線と京都あ波地区の、京阪バス一般路線全路線に使用可能範囲を、拡大した。以下は、 京阪バスワンデーチケットの範囲である。京阪バス IC ワンデーチケットではこれに、淀長岡京線と京都南部線の全路線、京田辺地区の路線が追加されている。また松井山手地区の路線についても、くずの葉駅、小谷発着便での利用も解禁された。山品営業所の大半の区間、大津営業所管内全区間と、男山営業所管内の京都南部線のうち、 京阪淀駅京阪中所島竹田駅西口路線及び京阪淀駅京都駅八条口路線で利用可。京阪バス一般路線の車内ありがとうございます